皆さんこんにちは、カンカンと前田誠司とあの匠です。はい、今回は11月5日金曜日発売のタイトルブースター第3弾シャーマンキングボリューム1のカードを使った対戦動画となります。はい、はい、では今回前田さん、天野さん、何を使いますか？お、はい、今回前田は、タオレンのデッキを使わせていただきます。はい、ほうほうほう。そして僕は今回ライドラインは朝倉陽なんですけれども、うん、まえちゃんがね、うん、一般面使ってたね、うん、デッキとは違うこの動画でなんと初公開のカードたちを使ったねちょっと面白いデッキをね組んできたのでそちらで楽しみにしていてください。おでは早速もう見ていきましょう。はい、はい、じゃんけんから、はい、じゃんけんいきましょう。はい、最初はグーじゃんけん、はい、任せてくださいよ謎のテンション先行は任せたから、はい、うん、あ、言ったんです。あ、またワンドロー取られたよ。そうだよとりあえず言っとけよ、精神だからね。はい、じゃあ交換します。はい、はい、では、始めていきましょう。はい、せーの、スタンドアップバンガード、青蓮朝倉よ。はい、じゃあマスドロー、はい、手札をまず切って、うん、ライドします。タオケイの憎しみ、タオレン、うん、ライドしました。タオレンからライドして登場した時に、山札から、バソンを、うん、1枚まで探して、はい、よいしょ。こちらですね、タオケイに使えるブージョンバソンを、探して中央後列に、コールします。ではこれでターン終了ですね。はい、じゃあ頑張ります。ドロー、手札1枚捨てて、はい、ライドします。はい、シャーマン朝倉用にライドします。じゃあ、朝倉用の効果で、まあ、先にシャーマンの方を使います。侍、うん、神田丸を取っていきます。はい、はい、ね、中央後列にコールします。はい、じゃあファーストバンガーの効果で1枚します。はい、はい、これないよはい、なるほどね。はい、じゃあ神田丸はパワーが上がります。はい、はい、じゃあ、あ、1万3000ブーストの2万1000でヴァンガードです。ヴァンガード、高いよな。いきます。はい、おい、あ、あ、あ、まあ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 、まあ、はい、おい、はい、チェック、よいしょ。はい、おい、まあ、今のところ、うん、朝倉用のデッキですね。そうですね、まだ怪しい動きはなし、ね、そうそうそう、そう。おい、じゃあターン終了です。おい、じゃあスタンドアンドドロー。では手札を1枚うん捨てて、はい、ど運命の一戦、タオレン。うん、ほうほうほう。さあ、まあでもこれこのまま行きましょう。まあ、そんでブーストして、うん、タオレンでヴァンガードにアタック。おい、バスを含む、ユニットにブーストされていると、このユニットのアタックがヒットしたら1枚引きます。ひどじー、1万8000。いやだけどなでもね、受けたい、受けたい、受けたい理由もある。かしこまりました。うん、じゃあ4つドライブチェック、よいしょ。ほろほろ、はい、1ですね、いって受けます。おい、受けたい理由が出た。あ、マジやってってんね。すごい、やっぱ言うもんだね。おー、1枚引きます。1枚引いたね。はい、ダメージ入ったね。ダメージ入った。じゃあまあ引っ越し効果で1枚引きます。あー、これでターン終了です。頑張ります。はい、バンバンドドロン。じゃあ、はい、手札1枚捨てて、はい、はい、運命の一戦朝倉用にライドします。はい、ほうほうほう。ゴルドバからの指令を打ちます。ほう、オーダーで以下1つを行います、うん、1枚引くか、うん、あなたの山札を上から2枚公開し、うん、その中からシルバーを含むカード全てを手札に加え残りを捨てます。ほうほう。じゃあ僕はこっちの下の方を使います。ギャンブラーだな。おいおいおい、お、なるほど。じゃあ、うん、シルバーテールを手札に加えます。シルバーアームズ、シルバーテールね。じゃあ残りはに合わせて、はい、組んでればいいんだ。そう、なるほど。どういうことだ。でももう結構答えが見えましたね今。どういうことだ。集めてますよ。なんか今しれっと流したけど朝倉用のデッキだね。そう、うん、朝倉用のデッキだなって感じはするよね、やっぱ。ここに十歳子シルバーをコールします。ははーん、とりあえずね、とりあえずここに出しておくわ。はい、
じゃあこのユニットがヴァンガードサークルかリアガードサークルに登場した時、あなたの山札を上から1枚公開し、それがシルバーアームズを含むカードかゴールドバカラの指令なら手札に加えられます。違いなら捨てる。うん、ほい。おお。な。なるほど。シルバーアームズなんや。はい。ってことで手札に加えます。今何枚あるんだ？まあまあまあ、あんま気にしなくてもいいよ。気になるよ、そんなの見せつけられたら。あ、いいやつだぜ。こっちにも出そうか。おお、まだいく。今回使います。はい。おい、嘘だろ。もう、今日3枚遊ぶ。もうこっちから見てるところで3枚。そうだね、もう3枚だね。悩むけど、前に出しちゃおう。おい、おい、こっちから行く。はい、よし、じゃあシルバーで1万ヴァンガード。ここはノーガードで、まあまあまあノーガード、まあまあノーガードでしょう。じゃあ行ってね。やっとめちゃくちゃくれ。うん、なし。じゃあこっちから行こう。まあそっちから来るんであれば、うん、5000で守りです。おい、おいです、はい。じゃあまた1万3000ブーストの、うん、ノーガード。ないよ、まだ効果使うから。はい、失礼しました。はい、じゃあ阿弥陀丸を、はい、ユニットにブーストされているので、ガンタルラスト1することで、はい、そのバトルパワープラス5000します。はい、そしてマンドローします。強いマンドロー。はい、よいしょ。なるほどね、うん、はい、ということで1万上がって、うん、2万8000ヴァンガードはノーガードです。よ、うん、ドロー来い。ああ上手か。うまいね。上手だ。うまいね。まあまあまあ、ここまで来ると怖いけどな。どうぞ。いや、マジか。まあでもこの1万7万8万まあね、8万だけど。はい、はい、OK。 じゃあ1点1点ダメージチェック。よいしょ。クリチカルか。おい、はい、おい、やりましょう。終了で、スタンド&ドロー。よいしょ。手札を1枚捨てて、ライド迷わない心、タオーレンリーライド。おー、早速、レンのスキル、ガンタブラスト1。うん。して、バスを含むリアガードを1枚ソウルに置くことで、おい、ソウルします。相手の前列のリアガードを全て対決させます。はい。まあ、そして、このユニットパワープラス1万、うん。対決させたユニットが1枚以下なら、相手は自分の手札を1枚選び捨てるっていう感じなんですけど。なるほどね。じゃあまあ。2枚なんで。はい。はい。そして1万。入ります。うん。そして、コール、チョコラブ、よしよし。ソウルブラストにします。はい。にして、山札からジャガーミックを1枚まで探して、後ろに、同列に、読んでいきます。いいね。めっちゃ使いやすい。うん、そうなんですよ。うん、ジャガーミックも、チョコラブをブーストするときは、パワーがさらに上がるので。おー、エロい。そして、うん、チョコラブ。また？はい。ちょうどね、強くね？ちょうどソウルが、2枚あるんで。はい。ソウルバスにして、ジャガーミックを同列。強くない？で、後ろに、黒糖。出します。うん、はい、まあ。じゃあ、これで、盤面揃ったかな？アタック入ります。ジャガーミックでブーストして、チョコラブでバナナにアタックします。うん、ブーストするときに2000の代わりに、5000入れます。そして、5000し、相手は自分の手札から3枚選び公開する。え？まあ、見えてる。もう見えてるよ。まあ、一応見えてる。これも見えてるでしょ？1、2。あと見えてるね。見えてるやつね。はい。はい。あの、まあそういうまあそうありますよっていうところで、まあね、まあ、今回はこのデッキだったらちょっと助かったところがある。まあ見せつけてたからな。そうそうそう。まあこれでいきましょうというところで、パワーが、2万3000かな。ノーガードですよ。しばてる。うんうんうん、まあ持ってるやつだもん、ね。まあそう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 。まだ。うん。アタックします。さあそして黒糖ですね。タオレンを含む、タオレンかバサンを含むユニットをブーストしたとき、相手の前列にリアガードがいないならバトル中ブーストされたユニットのパワープラス1万。
というわけで、ここが、3万3000の4万1000。なるほど。バカリ。ノーガードですよ。終わりだー。よいしょ。よいしょ。ああ。うん。よし。あ、おめでし。なしなしでーす。1ダメージ。おい。おい。おい。あ、あれは。おい。あ、見ないで。見ないで。さあ、そして。おい。倒れ。ヒット時、うん、倒れんを、うん、引っ張ってます。いい、まあいい、まあいいよ、いいよ。まあまあね。そう。ダメージ受けたかったんだ。そうだね。そう。はい、じゃあ1枚。はい、強いな。強い。フェンサーライズ3枚。はい、そして、こちらミックでブーストしてチョコラブでアタック。うん、こっちも5000上がってます、こっちとか。はい。うん、で、パワーが2万3000。ノーガードです。見せてもらうことはないけど大丈夫です。いや、見たいよ俺。違うの見てえな。違うの見たい？見て。違うの見たい？ちょっとここら辺も見せちゃうか？あ、やったー。それ以外はいい。はい、わかりました。ここ見せちゃうか？うん。さあ、2万3000。それ使ってガードを見えたしました。ノーガードです。いや、はい、おい。よかったじゃん。また見えたよ。やったー。さにあるやつ。さあこれでターン終了です。はい。はい、スタンドハンド。うん。ドロー。さっきペルソナライトするっつってたね。うん。そんなのは来ない。終わりよ。終わりよ、この1枚で。その1枚で。すべてがもうニコニコになってしまった。今もしかしてデッキトップで解決した？あー、何？どういうことや？まあすべてをお見せしますよ。はい。今からね。はい。じゃあ、手札1枚捨てて、はい。ライドします。はい。はい。共に挑む戦い、朝倉用にライドします。はい。そして、最新シルバーを、はいはいはい。ここにコールします。じゃあ、効果。うん。1枚公開します、うん、ほいまあ、うん、違ったんでさすがにね、そう、捨てられます。はいはい。でもね、しめしめ、さっきのターン見せてなかったもう一つの隠されたる効果があるんですよ。シルバー、はい、手札かリアガードサークルからシルバーアームズを含むそれぞれ別名のユニットカードを合計5枚ソウルに置くことで、別名5枚、うんうん、置くことであなたの山札からシルバーのテストを1枚まで探し公開して手札に加え山札をシャッフルします。おう、いや5枚はそうそうな。そうだ、そうですね。そうね。そうなんよな。そうそうそう、そうだよな。とりあえず振っとくか。どうぞ。じゃあシルバーアームズ、シルバーシルド、おい、シルバーアームズ、シルバーウィング、うん、シルバーアームズ、シルバーホーン、シルバーアームズ、シルバーテイル、シルバーアームズ、シルバーロッド、おい、別名、うん、5枚揃ったね。これをなんとおお、ソウルに置いた。次はちょっと横向きで入れとくかな。はい、ソウルに置きます。はい、そしたらシルバーのテスト、うん、1枚ですよ。打っちゃおうかな。ほう、手札に加えた、はい、シルバーのテストをプレイします。はい、シルバーを含むシャーマンのあなたのユニットがいるなら、うん、シルバーアームズを含むそれぞれ別名のユニットカード、うん、ソウルブラスト5することで、はい、さっきね突っ込みました、はい、これをソウルブラストします。することでプレイできます。はい、シルバーを含むシャーマンのあなたのユニット1枚を選び、そのターン中パワープラス5万、そしてクリティカルプラス5。おお、行くぞ行くぞ。もう普通の超取りでも止まんないじゃん。テストはただ一撃で決まるんよ。なるほどね、決めに来たね。これでね、いきますよ。はい、ちまちまするよりもそうなんよ。でかいのともう決めに行くから。もうちょっとシルバーアームズ、シルバーホーン出します、はい、で、リアガードサークルって機動能力、うん、ソウルブラスト1することでなんとこのユニットパワープラスの選手がなかなかね、これだけで優秀なんですよ。優秀だ。いる後ろ。いるそれはそうでしょ。そして、はい、じゃあ桜よ、オーバーソウルします。はい、見たまるを含むリアガード1枚ソウルに置くことで1枚引いて、うん、
あなたの前列のユニットパワープラス5000。まだ上げる？よいしょ、プラス5000。おい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 、実はですね、はい、ダメージ受けてたのドロトリガー引きたかったのもあるんですけど、はい、ここにも意味がございました、はい、それはもう俺も一回使ったから分かる。確かに。はい、ということで、あなたのダメージゾーン4枚以上、4枚ですね、なんでバタブラストを1することで、はい、クリティカルをプラス1します。はい、なんで1万8000クリティカル2、ヴァンガードは、はい、このって言える？そこの言う、ちょっと厳しいよね。1万5000と、おい、インターセプト5000、お、2万シート。オッケー。3000。2枚トリガーが出れば、トリガー出ればいいんじゃない？まあ、クリティカルと何かい？なんか悪い顔してる。よし、はい。ほい、まだだ。まだだ、はい、まだ、はい、もうワントリガーがある。はい、はい、それはまずい。いざ、はい、おお、駆けつけてくれたのか。また使えそうだ。また使えそうだ。まだ打つ気なの？捨てがれちゃいましたか。はい、まあでも実はこっちがですね、はい、1万3000ブーストの、じゃあ7万8000クリティカル6、8000バンガードで、まあ、ここは、まあまあまあ完全ガード。おーい完全ガード来ます。おーい、おだね。いや、さっきのところでもトリガー出られてたらもう、カンガー、ここしか切れないから。そっか、テスト合格だ。まだ待って、まだ待ってよ。俺が、はい、よしよしよし。いや、だいぶきつかったよ、今のでも。まあまあまあ、いい、まあいいでしょう、まあいいでしょう。はい。はい。じゃあ、ターン終了です。はい。じゃあ、スタンド。スタンドドロー。うん。よいしょ。僕がさっき、なんて言ったか覚えてますか？あれ？ペルソナライドします。あ、俺に、ライド。俺？はい、というわけで、はい、ワンドローします。ペルソナー。さっきはよくもやってくれた。せやか、完全ガード1枚で止められちゃった。さあ、そして、タオレが、登場しました。おい、登場しましたら、ドロップのバソンの能力が発動します。うん、タオレンを含むグレード3以上の、バンガードが登場したとき、バソンを含むユニットがいないなら、このカードをコールします。おお、はい、超エロい。さあ、そしてタオレン、うん、カウンターブラスト1、うん、バソンをソウルに入れることでオーバーソウル。すげえ噛み合ってる。オーバーソウルしたということは、うん、前列が3枚目が。さあ、そして退却させたユニットが1枚以下の壁手札を1枚選ぶつけるということ。そんな、じゃあ、はい、パワーパワーリドルが。さあ、そしてパワープラス1番、はい、はい、いきます。オーダー使いましょう。うん、超本領発揮ということで、タオレを含むユニットがいるならプレイできるで、ソウルからバソンを1枚選んで殺します。はい、そしてパワープラス1万と、クリティカルを1合わせます。はい、クリティカルはね、もともとない、クリティカルはもともとないので、さらに、はい、オーバーソウルしてるなら、うん、相手のリアガードを1枚選び退却させる。やめてくれ、やばい、シルバーホーン君だけは。はい、さあ、これで盤面は完成かな。黒糖でブーストして1万入りますね。ここが3万4万3千5万1千バンガードノーガードでいきます。トリガーチェック、ファーストチェック、クリティカルトリガーやめてくれ。はい、クリが入って1万が入ります。あ、こっちの方がいいか。はい、セカンドチェック、ほらほら、あ、2点だ。まあでもまだ日があるはずだ、いくよ。おおお、ほい、とりあえずね、はい、やっぱ1万は乗せとくべきだから乗っときます。はい、そう、何かあった時なのね。はい、ほい、くっ、はい、というわけで、まさくに泣いてる。
はい、では対戦ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回僕が使ったデッキはこちらです。オーバーソルすることで相手のユニットもね退却させつつ、さらに退却させたユニットが1枚以下なら、相手の手札もね1枚捨てさせることができると。うん、ガン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 圧力をね、まあ盤面自体のパワーも高いですし、かなりあの相手を強い圧で、うんうん、あとねタオレン自体をサーチしていくのも強いね。そうなのよ、めちゃめちゃパワー出てたもんね。そう、いや守れんいと思うよ。そうはい、うん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 、でございました。はい、そして今回僕が使ったデッキがこちらでございます。まあもうシルバーのテスト使うことに特化したデッキでございまして、はい、まあドローサポートにね強いあの朝倉陽とかをメインに使って、うん、もうシルバーのカードたちで固めてあげても一撃で僕ダメージを与えようというプランもありつつ、うん、実は4点受けとけば3点からはちょっとね朝倉陽でも狙えるかなっていうデッキでございました。やっぱり面白そうだ、うん、デッキでしょ、ね、後がもう怖いから先に詰めとかないといけないしゆっくりできないんだよね。こっちも知らなかったらシルバーアーム詰めたらやべってなる急に挙動変わるかもしれないからはい、はい、では今回使ったカードは11月5日金曜日発売のタイトルブースター第3弾シャーマンキングボリューム1に収録されてますので、ぜひ手に入れて遊んでみてください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あの真野くん、あの試験パスしたからオラクルベルをしゃあねえな持っ